ゴロった、ゴロゴロ神、やっぱキングはゴロゴロメダルです。回復えぐいね、やっぱビッグマムの。あー、またゴロってる。はい、ゴロゴロメダル神。みんなキングはやっぱゴロゴロメダルよ。握ってる時なんか隠れ、うわ、ゴロゴロしてる、もう一回ゴロゴロしてる。はい、ということで今回はキングが今の環境で何のメダルをつけたらいいのかっていうのをね、ご紹介したいと思います。はい、まあ画面にある通り、まあ見てわかるんですけど、ゴロゴロメダルですね。ゴロゴロメダルが今の環境すごいキングについてると刺さります。っていうのも、まあ普通に状態異常がね入るキャラが、まあマムがね入るので、意外と試合で使っててゴロゴロが刺さる盤面、特にキングの場合は握ってる時に無敵3回があって、その無敵3回の時に、ゴロゴロが入るともうそのまま抜き切れてしまうと。でなおかつマムから抜くにはね、ゴロゴロを使ってでもゲージを減らさないと抜き切れない時が多いので、まあこのねゴロゴロメダル今の環境に非常に刺さっているのかなと思います。まあ、ゴロゴロメダルはねキング関係なく1セットはね育成しといていいのかなと思うメダルなんで、まあぜひ作ってない方がいたら作ってください。で自分これ80レベなんで、まあゴロゴロメダル2枚でタグなしで使ってるんですけど、まあ理想としてはゴロゴロメダルは2枚つけた方がいいかなと思います。1枚だけだと 3% なので、まあ2枚つけて 6% で少しでも確率を上げるという方がいいのかなと思います。まあやはり固有が強いんでね。でなおかつ、まあもう1枚なんでゴロゴロにしないんだっていうと、まあタグをね1つつけておくと、まあそれなりに恩恵を得るということで、まあ 14%20% だからゴロゴロメダルを2枚にする理由は、20と14なら 6% しか変わらないので、まあ1タグでいいかなっていうところですね。で、残りの1枚ですが、まあこの緑エネルのメダルかアマルのメダル、まあイベントの紙メダル持ってる人は紙メダルでもいいですし、まあこの3枚ならね正直どれでもいいかなと思います。まあお好きな固有を選んでつけていただけたらなと思うので、まあこのねエネル、ゴロ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 エネルっていう組み合わせが一番合うかなというふうに思います。まあステフュリーは、まあ攻撃さえ振ってれば防御体力はまあご自由にっていう形なんで、まあそれをつけてで、キングをねプレイしている動画があるので、まあ、ちょっとね刺さってる盤面ちょっと見ていただきたいなと思います。多分ロー回避ない、ごめん、ロー、ミスタースリー、ミスタースリー、ロー族のロー、なんてやば、こっちに反転した、マジスキル両方使ってもだよ俺。虹行く風に見せて、これは避けて握っちゃうね。ゴロレ、ゴロレ、もう無理、もうタイマン抜かれへん、これワンチャン、ワンチャン来た、ゴロった、ゴロゴロ神、やっぱキングはゴロゴロメダルです。回復えぐいね、やっぱビッグマムの。あー、またゴロってる。あ、間違えてスキル押してもた、最悪、うわ無駄スキル、ちょいマム来て、オッケー、はい、ゴロゴロメダル神、やっぱキングゴロゴロメダル一択な気がするな。え、ちょ、今の環境マムから抜くにはそれしかないもん、逆に言うと真ん中行ったらそっち行かれへんやろ。さすがキング、なんでマムに、マムになんでゴロゴロメダルついてねこいつ。いやでもその一陣抜かれたらほぼ負け、その一陣逆に、ま、抜かれたら負ける。またゴロった、やっぱゴロゴロや、キングのメダルは、キングのメダルはゴロです。神、ゴロゴロメダルの恩恵がすごい。あ、まず負けたわ。え、なんで、うん、抜かれた。うわ、しかも意味やからん、本当だ、最悪や、抜き終わりは避けれ、ね、あ、抜けたわってなった。ごめん、ここ一陣ヘブンリーボンボン打ってくるかな、大丈夫。はい、回避していく、1 2 1 2 3、 OK、 ブースト来たら、いやもうこのキングが80なんかマジで辛い、何ひるみもせん、しんど、はどうなってる、どうなってる、これ握れるくない、オッケー。ヘブンリー、くそ、ヘブンリーじゃない、なんちゃらほう、待ってこれまずいな、ここでもうちょいちょっかい出しといて、きた、ゴロゴロメダル刺さった、もう一回ゴロレ、え、長くない、1 2、あ、そっか、七部会からか、
いやーちょっと待って、これエリア出さな負ける。ある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 。なんでジャスカイ取れんねん、くっそ。今のジャスカイじゃなかったら勝ってるってまずいなそれ。いやシャンクス強襲やな。無敵ないになろうとする。あーかぶった。どうなってるそれ。あ無理だなこれ、抜かれへんな。マジ最悪。いや待って待って待って、一陣空いた一陣空いた。気づくな、これ当たれろお前。えヘブンリーボンボン、あそっちか。握る。はいゴロゴロメダル神。みんなキングはやっぱゴロゴロメダルよ。握ってる時なんか隠れ、うわゴロゴロしてる、もう一回ゴロゴロしてるどうする、ゴロゴロゲーミング始まってる。避けて飛ぶ。オッケー、ここで戻って握らせへんようにして、時間稼げたやろ。だいぶ2体引きつけてるよ。あっち行きますよの雰囲気だけ出しといて、それ避けて。うわタゲ取らへんのゴミ。いや負けるぞこれ。 B 抜けんな俺、ここ抜かなあかん。無理だ無理無理無理、もうエリア出えへん、無理や。ごめんごめん先輩プルフ。キング来たで、ここうわ待って、握られるこれ。もうここ俺でもなんかシャンクスにさ通常攻撃2回当ててさ覇気切れてない時めっちゃ腹立つな。いやまずいこれ、うわぶれシャンクスが味方一人入ってくれ、おにくい。いや俺が入るべきか。いやここでなまずいまずいまずい食らい方した。ここのキング落とそう、落とすだけ落として。あ粘れた、これ耐えれたん奇跡。ただ敵ブーストがこっから来る。いやーうわよう生きた俺。強襲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 、マジでもう無理もう無理もう無理。あ無敵入った、もう無理味方、もう無理だって俺こんな。うわ真ん中カバー来れないか、無理か、あんなけねば無理か。いやこれどこ飛んでいく。二陣勝つと信じて、ここしかない。あるワンチャンある。しゃーキング最強一陣でしょこれ。いやまずい、二陣の人死んだか、でかい。カバーカバーカバー、入ってくる入ってくるゼファー、ナイスカバー、ないカバー、カバーもう一発欲しいな。でかいゼファー、いける。オッケー、キングが強すぎ、シンプルにキングが強い。ゼファーナイス、ゼファーでもそれ握られるな。あーつ危なー、一個守れんのやばい。頼む頼む、オッケーいける。いやここカバー欲しい、カバー欲しい、無理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 。でかい、うわシャンクスでかい。あー握れんの強それ。いや天狗ゲージ無理やな、こっち握りに来たらミスかな。でかすぎる、これ握る、信じる信じる、はいナイスシャンクス、信じてよかった、君のことを信じ続けた私の勝ちです。マムに入ってもらいつつ肉は食わんでいい。ゴロゴロメダル神すぎるやろ、いいやばい